こんにちは、ライクです。今回ですね、期間3回以内の次に必ず来るマジで面白い漫画10選というのを紹介していこうと思います。次に必ず来るっていうのは、アニメ化だったり、大ヒット間違いなしみたいな作品ですね。私自身年間で1000冊以上漫画読んでるんですけれども、その中でもう絶対これ来るだろうってマジで面白いなっていう漫画、期間3回以内の漫画っていうのを今回10作品紹介していこうと思います。で、今回紹介する作品ですね、すべて概要欄に購入リンクと貼っておきますので、ぜひですねチェックしてみてください。で、ということで早速1作目から紹介していこうと思います。まず第1作目ですね。1作目が怪獣8号ということで、こちらは現在少年ジャンププラスで連載中の作品で、現在16話まで出ているので、単行本はまだこれから発売ということで、1巻が12月の4日ですね、来月の4日に発売されるみたいです。で、こちらね、作者が松本直哉先生で、ジャンプラスってことで、スパイファミリーとか地獄楽なんか連載されてる、サイト、集英社の少年ジャンプの、アプリ版のサイトなんですけれども、本当そのスパイファミリーっていう作品は皆さんもご存知かなと思うんですけれども、本当5巻で600万部とかもバケモン漫画ですよね。そんな漫画と僕自身同等か、もうそれ以上に面白いんじゃないかなっていう作品が、この怪獣8号になってます。で、今回ですね、10作品紹介するんですけども、序盤の2作品、この怪獣8号ともう1作品マジで紹介したくて、正直この作品だけを紹介するためだけに撮ってるような、そんな感じぐらい面白いんですけれども、本当この怪獣8号も素晴らしい、作画も素晴らしいし、ストーリーもキャラの設定とかも本当に面白いし、魅力的だなというふうに思ってます。で、現在すでにですね、人気、そのジャンプラスではもちろん人気が出ていて、総合ランキングみたいなのがあるんですけども、スパイファミリー、地獄楽で、こちら怪獣8号みたいな感じのランキングになってます。現時点でもですね、16話までなって、まだ16話なんですけども、めちゃくちゃ泣きましたね。まず1話で結構衝撃展開みたいなのもあったりするんですけども、本当やっぱキャラのそれぞれが本当に魅力ですよね。仲間を思いやる気持ちだったり、なんか自分にできること、やっぱ限られてると思うんですよね。結構主人公凡人みたいな感じなので、その中でなんかその自分できることを全力でやろうっていう、そのひたむきさだったり、より高みを目指して、諦めずに努力する姿勢みたいな、本当、魅力的だなっていう、本当魅力的なキャラクター本当に多いなっていうふうに思ってますね。もちろんこれ知らない方も多いと思うんで、あらすじ話しておくと、こちら怪獣のいる世界っていうのが舞台となっていて、日々のカフカっていうのは本作の主人公で、彼32歳なんですね。珍しいですね。多分少年漫画で32歳の主人公っていうのは珍しいかなと思います。で、アシロミナっていう27歳のヒロインがいるんですけども、これもね、結構高齢って言ったらおかしいけど、ヒロインがいるんですけども、このアシロミナっていうのはその怪獣を倒すの日本防衛隊隊員なんですけども、めちゃくちゃ強いですね。で、めちゃくちゃ強くて、未来の師団長候補みたいなキャラなんですけれども、主人公はもう本当、その凡人というか、32歳で、日本防衛隊ってもともと入って、その怪獣とか倒そうみたいにしてたんですけれども、夢破れて、現在はその怪獣の倒した後のなんか残りの清掃作業みたいなのを社員として働いてるみたいな主人公になります。で、こんな主人公はヒロインと、幼馴染で、幼少期の頃に、2人で怪獣を全滅させようと。いう約束をしてるんですね。それで主人公はずっとこの夢を追い続けたけども、夢かなわず諦めて、清掃員やってるみたいな感じになってます。なんですけれども、一度はね、その夢、怪獣を全滅2人させようっていう夢を諦めてたんですけれども、様々なこと、ここはネタバレになるんで、ぜひ本、その作品読んでいただきたいなと思うんですけど、様々なことがきっかけになって、また年齢制限が33歳未満になったんですね、ちょうど。ということで、ギリギリまで引き上げられたっていうことで、その防衛隊隊員を目指していく。そして、アシロミナといつか2人で、この最強のアシロミナっていうヒロインに、この2人に並び立って、で、怪獣を全滅させようってために頑張っていく。そんなお話になってるんですけども、正直1話から結構衝撃展開なので、あんまネタバレはしたくないんですけれども、しないんですけども、非常にやっぱり、なんか1話の衝撃もそうですし、その後もなんか常に、なんかもう本当思わずなんかもう応援したくなるような主人公たちを。そんな先になってて、止まんなかったですね、めくりページが。で、ジャンプラスっていうのは1話目って全部無料で見れますし、もちろん最初の1話、2話、3話とかはもうずっと無料で読めるとか、最新話とかもですね、読めるようになってるので、ぜひね、ジャンプラスの方でもう読んでいただきたいなっていう作品になってます。この作品は本当おすすめですね。マジでおすすめ。絶対アニメ化もされると思いますし、もうやっぱスパイファミリーとか、でも下手したらやっぱ、鬼滅はなかなか難しいかもしれないですけど、今やってる呪術廻戦とか、チェーンソーマンとか、あれぐらいにヒットするレベル、正直全然本誌にいて、本誌でも本当掲載順位もう上位取れるなっていう作品になってますね。やっぱそれぐらいすごいです。もうぜひもうマジでおすすめっていう感じの作品になってます。次で2作目です。2作目が
転生貴族鑑定スキルで成り上がるってことで、こちらなろう小説家になろうの原作で、そのコミカライズですね、そちらがマガジンポケット、まあマガジンのアプリバージョンですね、そのマガポケで連載中となっていて19話まで出ています。でその単行本の一巻というのは11月9日ですね、ちょうど3日後に発売されることになっています。でこれですね、異世界が舞台となってるんですけれども、まあね、正直多分もう異世界どんだけあんだよ、見飽きたわ、俺もリゼロだけで十分みたいな方結構多いと思うんですよね、あと思うんですけども、そんな方にもぜひ読んでいただきたい。もうこんなにすごい異世界漫画ないってぐらいね、まあ小説、元は小説なんですけど、そのコミカライズが本当に出来がいい。正直そんな作画とか結構拙いと思うんですよね。なんですけれども、やっぱりその原作なろう小説家になろうで読んでる方、まだ小説ライトノベルの方で読んでる方でも、これはすごいなって、圧巻のやっぱコミカライズなんですよね。まあ、その話の作り方、構成っていうのは本当素晴らしいなと思っていて、もうめちゃくちゃ泣きましたね、現時点でも。もうしかも、やっぱ序盤で結構いいんですよ。1話、2話でも結構面白そうだなと思うんですけども、まあ、その19話まで出る中で、ほんと15話ぐらいかな、もうめちゃくちゃ泣きましたね。もうやばかった。うん、泣きすぎたいなっていう作品になってますね。あらすじ1個で話しておくと、まあ、主人公ってもともと35歳のサラリーマンなんですけども、ある日仕事に向かう途中にいきなり転生してます。まあ、もうこれね、マジ意味めちゃくちゃ雑なんですけどもね。まあ、いきなり転生すると。そして転生した、まあ、異世界ってところで、まあ、その主人公はアルス・ローベントとして転生するんですね。で、彼は人のステータスを見れる能力っていうのがあるんですね。そんな彼が、まあ、ステータスを見極めて仲間を集めて、まあ、いずれ来たる戦、まあ、戦い、まあ、戦争みたいに向けて備えてそこに立ち向かっていくみたいなお話なんですけれども、やっぱこの今仲間集めをするとこをずっとやってるんですけども、これがね、もう本当にいいんですよね。うん。まあ、ステータスを見れるってことでも、能力値高い人だけを連れてこればいいじゃんっていうのもあるとは思うんですけども、やっぱりそれぞれのなんか心の内、まあ、秘めたるものはいろいろあるわけで、まあ、それを汲み取りながら、なんかその心理描写みたいにもいいですし、まあ、うまい具合に主人公も駆け引きをしてくるんですよね。で、まあ、その誰が仲間になるところでも、もう本当めちゃくちゃ泣ける、マジでおすすめ。まあ、序盤にさっきマジでおすすめって言ったんですけども、この怪獣8号とこの転生貴族。いや、もうぜひ読んでいただきたい。しかもマガポケとジャンプラスのどっちもね、無料で読めるので、ぜひ読んでいただきたい。概要欄にもジャンプラスとマガポケのリンク貼っておくので、ぜひ読んでみてください。っていう感じになってます。続いて、3作目ですね。3作目が、シャングリラ・フロンティアということで、もうこちらはね、もう知ってる方も多いんじゃないでしょうか。10月16日に1巻と、まあ、特装版ですね、同時に発売されて、もうすでに発行部数10万部突破したみたいですね。もうやばいですね。1ヶ月も経ってないのに。恐ろしい配置で。まあ、これはさくらあやねさんがナレーションやる PV なんかがマガジンの公式チャンネル、YouTube の方でアップされたりなんかしていて、まあ、知ってる方も多いんじゃないかなと思います。で、ナロー原作、小説家になろう。こちらも小説家に、先ほどの作品と一緒で、小説家になろう原作で、まあ、累計2億5000万 PV 超えしてる。で、超人気作で、なんか普通は小説家、書籍化されてからコミカライズなんですけど、なんとそこの書籍化を吹っ飛ばしてなろうからいきなりコミカライズされたっていうのは今回の作品になってます。で、まあ、週刊少年マガジンでそのコミカライズが今年の7月15日から連載開始ってことで、まあ、あらすじ一応話しておくと、まあ、クソゲーをこよなく愛している主人公がいるんですけども、彼がその総プレイヤー数3000万人のフルダイブ型 VR ゲーム、いわゆる神ゲーですね。クソゲーを愛して、主人公が神ゲーのシャングリラフロンティアってやつに挑むんですね。通称シャンプロですね。まあ、これでそのゲームクリアを目指して歩んでいく物語なんですけれども、まあ、やっぱそのバトルのスピード感だったり、まあ、図解による分かりやすさ、まあコミカルされてるんで分かりやすさだったり、作り込まれてる世界観なんかもすごい魅力的かなというふうに思いますね。あとはやっぱ主人公の異常性、まあ変態性っていうんですかね。まあ、結構そのぶっ飛んでる、まあそんなになんか、パッと見ただけじゃぶっ飛んでないんですけど、まあ、ぶっ飛んでたり、まあ、一家の表紙取り男みたいな感じですね。ですし、まあなんか、ヒロインらしき人物がね、最初、序盤全くヒロインしてないみたいなところも面白かったりするかなと。とにかくですね、もうほんとバトルシーンの迫力がマジでやばいので、アニメ化したら絶対映えますし、超人気出ること間違いなしだ。まあ、アニメ化は間違いないと思うんで、まあ、こちらもアニメ派の方もね、ぜひ楽しみに待っていただけたらなっていうふうに思います。こちら、週刊少年マガジンで、ね、連載されています。続いて、4作目ですね。4作目は、格好の許嫁。もうこれは僕よく推している作品なんですけども、4巻が11月17日発売で、まあ、期間3巻ですね。で、週刊少年マガジン。こっちもね、シャンフローと一緒で、週刊少年マガジンで連載されている作品になります。で、こちらの作者は吉川美希先生って方で、ヤンキー君のメガネちゃんとか、山田君と7人の魔女みたいな、まあ、人気ラブコメは本当書かれている方で、今回もラブコメ作品。で、まあ、主人公とヒロインが取り違い子で、許嫁みたいな。取り違い後から始まる許嫁ラブコメディみたいなよく言ったりしますけれども、まあその作品になっていて、うん、これもね、超おすすめ。やっぱヒロイン、まあ3人ぐらいいるんですけれども、そのヒロインの出番がまあ平等ぐらいで、なおかつそれぞれ魅力がやばいんで、毎回推し変わっちゃうみたいな。読むたびに、こいつ推したと思ったら、次こっち推したみたいな、毎回変わっちゃうような、そんな素晴らしいラブコメですね。もう本当に一押しですね。っていう感じになってます。
続いて5作品目ですね。5作品目が久保さんはモブを許さないということで、こちらね、あのヤングジャンプ、週刊ヤングジャンプかぐや様とか連載されてる作品、まあゴールデンカムイとかキングダムとか連載されてるヤングジャンプで連載中の漫画になります。期間参加のことで、これはね、なんか青年漫画、まあヤングジャンプって青年雑誌だよねと思うんですけれども、まあ、そんな中でね、連載されてたら思えないほどの超ピュアなね、ラブコメで、あの今ジャンプラスとかでもたまに掲載されたりしてますけれども、いやね、うん、非常にいいですね。あの、まあ、ラブコメ作品で、まあ、主人公の白石くんって子が、もうなんかもう、黒子哲也みたいな超ステルス性能みたいな持ってて、全く周りから気づかれない、超影薄い子みたいな感じなんですね。でもヒロインの久保さんだけ気づけると。まあ、そんな二人の展開していくラブコメディなんですけれども、これね、毎回一話完結、大体一話完結なんですけれども、本当に毎回キュンキュンになれる。そんな素晴らしいラブコメになってますね。続いて6作品目です。6作品目がマッシュルってことで、こちらは週刊少年ジャンプですね、連載されてる作品になります。で、期間3巻ってことで、あの魔法界っていうのは舞台となっていて、魔法が当然のものとして使用される世界の中で、主人公は全く魔法を使えない、でもめちゃ強いみたいな、そんな作品ですね。本当前も一回動画上げたんですけど、ワンパンマンと銀魂とハリーポッター、それぞれ合わせたような作品、それを3で割ったような作品になってるかなと、うん、こちらもね、ジャンプすごい人気出てて、もう いい作品だなというふうに思います。続いて7作品目ですね。7作品目が彼女も彼女ということで、期間2巻ですね。あの3巻が、まあ、過去の言い名付けと同様に11月11日発売で、まあ、こちらも週刊少年マガジンで連載されている作品になります。まあ、先日ね、あの佐藤彩音さんと武田彩音さんで、あの PV なんかもね、彼女も彼女って彼女も彼女みたいな超可愛い PV ね、マガジンあの公式チャンネルで出てるの見ていただきたいんですけども、そんな PV も出たり、もうまあそれで知ってる方もいるとは思うんですけどもね、ほんと素晴らしいラブコメ。で、やっぱこのアホガールの作者であるひろゆき先生の描く、まあ、ラブコメってこう、でも結構ぶっ飛んでて、なおかつすごい画力が高いんですよね。もう本当に絵が綺麗。でもヒロインめっちゃ可愛いですし、で、まああらすじとしては、どっちも好きなら二股しちゃうみたいな主人公なんですね。まあその、まあ、二股していくみたいな、そんな感じのストーリーなんですけれども、その主人公はね、なんかまあ普通に二股する主人公ってやばそうなやつなんですけれども、めっちゃ真面目、全く嘘をつけないですね。嘘をつけないがゆえに、なんかその、もともと幼馴染を付き合ってた子に加えて、その超けなげで魅力的な渚ちゃんとかが出てくるんですけども、まあ、嘘をつけないがゆえに、なんか二股に発展していく。そしてまあ、そこから展開していくラブコメみたいな感じになってます。うん、こちらもね、超おすすめですね。まあ、毎回押してるんですけども、絶対次に来る。まあ、アニメ化間違いないし。まあ、桜彩音さんと武田彩音さんがね、声優やってくれたらもう超嬉しいですね。うん、っていう感じになってます。続いて8作品目ですね。8作品目が、アンデッド・アンラックってこと。こちらも期間参加で、ね、週刊少年ジャンプで連載されて、作品で、こちらね、あの次に来る漫画大賞で1位を取っていたので、ご存知の方も多いかなというふうに思いますね。あらすじ簡単に話しておくと、ヒロインの出雲風子っていうのは皮膚接触、まあ、触った相手ですね、皮膚に触った相手に不運を もたらすアンラックっていう異能、まあ、異能を持ってるんですね。そんな彼女と出会ったのが本作の主人公であるアンデッドのアンディで、ほんとアンデッドってことは知らないですね。彼は驚異的な再生能力を持っていて、決して死ぬことがない人生を、まあ、疎んで最高の死を望んでいると。まあ、だから、まあ、最終的にそのヒロインの、その不運によって殺してもらうみたいな、そのことを考えている主人公ですね。そんな感じで数々の敵や世界などに対峙していく、そんなお話になっているんですけれども、まあ、これもね、まあ、その次に来る漫画大賞で1位になるぐらいですから、それは面白いってわかりますよね。まあ、僕実はですね、最初ちょっと3話ぐらい読んで切っちゃったりしてたんですけども、やっぱ中盤までしっかり15話、16話ぐらいまで読んでたら、かなり面白いなっていうふうに思いました。続いて9作目ですね。9作目は推しの子ってことで、こちらは週刊ヤングジャンプで久保さんも覚を許さないとかでも連載されてる作品で、期間2巻ですね。でもこれはね、つい最近、まあ、2巻も発売されてましたけど、もうすでに30万部を突破したっていうことで、まあ、赤坂赤先生っていうかぐや様小倉祭の原作者と横槍綿子先生っていう作画担当で、もう最強タッグですよね。で、綿子先生って、まあ、チェーンソーマン大好きだったりする、そこは余談でなんですけれども、まあ、そんな作品で、まあ、その芸能界のなんかその、まあ、最近のですよね、ほんと、まあ、描いている作品で、まあ、なんかその VTuber みたいな、なんかそういうの出てきたりとか、まあ、その YouTuber とか、まあ、アイドルをねメインにしてるんですけど、すごい最近の話も出てきたりする中で、まあ、そのお話、まあ、芸能界を描いていくようなお話なんですけれども、まあ、やっぱりその1話の衝撃展開からもずっと続いていく、まあ、衝撃展開もそうですし、非常になんかところどころでかぐや節も出たりしてて、もうこれはね、これもアニメ化確実だなって僕は思ってますね。ほんとそのぐらいおすすめの作品になってます。で、いよいよ最後10作目ですね。
はい、10作目が復讐の教科書ってことで、こちら期間2巻で3巻が11月9日に発売で、マガポケで連載中の作品となってます。序盤はですね、こちらはまあ、そんなに面白くないかなと思ってたんですけれども、最近マジで面白い。マガポケで連載されてる作品でマジで面白いなと思います。で、進撃の巨人の編集者さんもが多分担当作で、で、まあ、すごい激推ししてる作品なんですけれども、あらすじとしては、まあ、主人公のクロセという主人公がいるんですけども、凄惨ないじめを受けてですね、まあ、なんかウサギの風に倒れさせられるみたいな、ひどいいじめを受けてるんですけども、そんな彼がですね、まあ、なんかその仲間たち、そのいじめてる奴らにいじめがバレる前に死ねよ、みたいな、ついに自殺に追いやられるみたいなストーリーなんですけれども、まあ、その屋上から落ちていく主人公ですね。すると彼の憧れだった、まあ、白鳥先生っていうキャラがいるんですけども、彼となんか頭からバーンってなんか激突するんですね。で、そこでなんかまさかの入れ替わっちゃうと。まあ、君の名はかって感じなんですけども。で、そして、まあ、先生に入れ替わったし、まあ、先生とね、主人公入れ替わるんで、憧れの先生になるわけですよ。そのいじめられてたクロセって子はね。それが、そのもともと自分をいじめていた、その生徒たちに復讐をしていく、そんなお話になっています。まあ、このね、復讐劇っていうのはもうほんとたまんないですし、なんかいじめてきてる、その主人公の奴らがもうほんとね、マジの靴ばっかりなんで、爽快感もあって、でそれぞれのなんか思惑だったり策略みたいなひしめき合っていく、まあ、そんな感じがたまらない、本当に続きが気になるようなお話になっていて、こちらもね非常におすすめ、マガポケなんでぜひ無料で読めるんで、まあ、読んでいただきたいなっていう作品になります。で、以上は10作品ですね。まあ、最後ちょっとおまけ、ここまで見てくださった方に特別ご紹介ということで、デスティニーラバーちょっとね紹介しておこうかなと思います。これ本当のラストなんですけども、これねもう全世界の男たちにおすすめ漫画ってことで、まあ、それでもちょっと分かってくれるかもしれないんですけども、コミックスでしかね、単行本でしか見られない部分も多くあると。うん、マジで最高です。まあ僕一巻も買いましたけれども、こちらデスラバっていう作品ですね、一回マガポケで連載されてたのを配信停止になるというね、まあ、すごい、まあその デスラバっていう作品の正当作りになっていて、現在マガポケで連載中と。まあ累計発行部数100万本ね、突破してるんです。そのデスラバっていうシリーズが8巻ぐらい出てるね。で、本日待望の2巻が発売というデスティニーラバーズ。こちらのおまけでここまでもうね、見てくださったんで、ね、おすすめしておこうっていう感じですね。うん、これはもう、まあ、男性なら皆さん買った方がいいなという、うん、おまけ漫画も素晴らしいですね。うん、という感じで、まあ、以上が紹介10作品になります。まあ、最後おまけで11作品って感じですかね。となります。もう本当に今回紹介した作品もアニメ化もほぼ間違いない。まあ、復讐の教科書以外かな。もうアニメ化な、あ、ディズニーラバーズかと。まあ、それ以外もアニメ化するだろうっていうくらい本当面白いですし、あ、転生貴族も怪しいかな。まあ、今回紹介したうちの半分以上は絶対アニメ化されると思ってますね。まあ、そんぐらい本当魅力的な作品ですし、まあ、現在すでに人気もある。まあ、そんな漫画になってます。まあ、ね、本当ぜひおすすめなので、ぜひ、まあ、概要欄にも貼ったので、チェックしてみてください。という感じで今回の動画はこれで以上となります。私チャンネルで普段こういった感じで、まあ、おすすめの漫画だったりアニメの紹介をしています。もしこのチャンネルいいなと思ったら、チャンネル登録だったり高評価していただけると非常に嬉しいです。という感じで今回は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。